陶芸家の渡辺拓馬です。今日は何作って何食べようか。岡山駅新幹線改札そば、エーモンミュージアムがあります。展示の監修をしているので時々作品の入れ替えをしています。今回は備前細工物、備前細工物会のグループ展とのタイアップ、10名の作品を展示します。現代の細工物は伝統的、リアル、ストーリー性、可愛いなど様々な切り口で作られています。配置したらライティング、展覧会メンバーにお手伝いしていただき無事終了。しばらく展示されます。機会がございますればぜひご覧覧いただけると幸いです。福屋八丁堀本店美術画廊にて開催。展覧会の準備、注意事項を確認して趣旨に合わせて作品をチョイス。箱に収納してあるものは箱から出して確認。候補作を並べます。バランスを見ながらチョイス。仮のリストを作成、構成をよくよく考えます。細工物の場合、展示台が必要です。展示台の確認、展示台を製作します。磨き残しを見つけてしまった場合はヤスリで磨く。見てしまったものは仕方ない。リストを確定します。サイズを測ります。サイズは慎重に測っておきます。オブジェの場合測りにくいものも多い。急な切り箱依頼に備えて全ての寸法を測っておきます。出展作が決まったらリストの清書、梱包前によく洗っておきます。別の展覧会も開催中、ケラモス 13.1 備前焼作家集団ケラモスによるグループ展です。こちらは初期メインの展覧会、静岡県袋井市蔵仕事社にて12月11日まで開催しております。イベントといえばコーヒー屋さんのイベントへも行きました。お好み焼きとコーヒーのコラボ、このソースにだけ合うブレンドコーヒー、ネギのトッピングが良かったのでテイクアウトして自宅でハーフ&ハーフ、コーナーで1個、梱包をします。リストと対応した番号を作品に貼っていきます。地味な作業ながら間違えると大変。搬入、
福屋八丁堀本店へ。細工物の梱包はとかくかさばる。まずは壁面から展示します。ピクチャーレールから吊ったり壁から吊ったり、壁面展示は課題が多い。現場で調整することもしばしば。掛け方を変更します。一緒に展示する作家さんにお手伝いしていただきました。壁面が終わったら棚に並べる。箱からどんどん出していきます。梱包がややこしい。なかなか厳重。全体を見ながら配置していきます。展示が終わった人が見に来たり感想をもらったり、ああでもないこうでもない。台に乗せたり外したり。壁面の微調整をします。まあこんな感じかな。よし、別の展覧会も準備中。クワトロバロフィフス。出展はクワトロバロのメンバー4名。新宿高島屋美術画廊にて12月7日から13日まで開催します。現在は均衡をしています。真鍮、アルミ、木材などで展示台作り、ロウ付けをします。普段と異なる素材は楽しい。さて来月は東京。ご視聴ありがとうございました。